よ。出たー、釣りした。おもちゃに好きって言ったから、はるちゃんは、さあ、お考え、さあ、お考え、なんとかい。どうも、かさこです。どうも、ゆめさくです。どうも、かーちゃんです。どうも、せんちゃんです。どうです、はいさーい。さあ、今日なんですけども、はい、ついに来たと言っていいでしょう ね、 ですね。トンボさんの持ち込み企画ということで、ありがとうございます。お願いします。今回の企画は、はるちゃんの壁。よっしゃー、釣りした。ついに来たね。来ましたね。これね、もう知ってる方もたくさんいらっしゃるかもしれませんけども、うん、もう最近ね、かじさくチャンネルを見出した方は知らないと思うので、はい、ちょっとまずはルール説明を、はい、トンボさんの方からお願いします。はい、はい、まず皆さんに、はるちゃんが質問に答えた VTR を見てもらいます。はい。その VTR を見て、果たしてはるちゃんにどんな質問をしたでしょうというのが答えになるという企画でございます。そうなんですよ。はい。なんか知ってきた。知ってみた。これね、だから要は、まあ、はるちゃんが何て言ったかを当てるんではなくて、はい、なんて質問したか。そうです。トンボがなんて質問したかを当てるという企画なんですけども、はい、これがもう非常に感慨深くてですね、これ実はね、まあ、せんちゃんの壁、約これがね3年半前なんですよ。3年半前か。3年半前のせんちゃんといったら3歳なんですけど、うん、今回はるちゃんやってくれたんでしょ。また、はい、やりました。もうほぼ同じ年。いやー、ね、すごいな。そしてそんなせんちゃんが今回答える側にいるっていう。もう何これ。エモい。プラスもっとエモいのがあるんですよ、うん、何かっていうと、前回のせんちゃんの壁やった時、はい、嫁サックのお腹の中にはるちゃんがいたのよ。そうなんだよ。そうなの。よく頑張ったな。いや、どっからの店やん。嫁サックに言ってた。嫁サックに言ってた。会長。ごめんなさい。会長、勘弁してくださいよ。ごめんなさい。よく頑張った。気持ちが入りすぎちゃった。すごくない？それ考えたら。すごい。あの時、はるちゃんお腹にいたんだよ。うん。で、3年半の月日が経って、うん、今回、はるちゃんの壁ができるっていうね。うん、どうよ、嫁サック。楽しみ。楽しみだよね。やっぱりすごいおしゃべりになってきたし。そうね。そう、なんか話を聞いてるのもすごい可愛いから。ようしゃべるようになったからね。対親じゃなくて、うん、そのトンボさんとか他の大人としゃべってるはるちゃんを見るのも楽しみ。確かに。なるほどね。あんまり見ないもんね。あ、せんちゃんもそう思った、うん、せんちゃん、ちなみに覚えてんの？せんちゃんの壁やったの、うん、覚えてない。覚えてないよね。ないか。まだだって3歳だったからね。自信どう、ある？ある。ある。はるちゃんがね、どうやって喋り方をするのかわかんない、うん、どうやってわかんないよね、うん、でも、ぶっちゃけた話、うん、ひょっとしたら一番遊んでるかも。なるほど。はるちゃんと一緒にね、うんうん、私今日学校ごっこしたの。学校ごっこもしてたもんね、そしてですよ、この企画といえば、はい、もうかんちゃんはね、絶対に当てたいと思うんだけども、うん、当てたい。どう？もう絶対当てたい。絶対当てたい。当てたいし、なんて答えるんだろう。そうだよね。早くその答えてる姿を見たい。確かにな。絶対可愛いじゃん。可愛いな。でしかもせんちゃんよりもはるちゃんってちょっとおしゃべりじゃん。確かに多少そうかもしれない、うん、だからまたせんちゃんと違った感じになるかなと思って、うん、すごい楽しみです。あと俺もちょっと今もうグッときちゃったんだけど、はい、思い出したの、せんちゃんの壁を、はい、あん時のかんちゃんもちっちゃかったな思って。そうそうなのよ。俺も同じこと思ってたよ。会長。本当に。あん時ちっちゃい覚えてるか。ちっちゃかったぞ。頭にこういうのつけてな。そうそうそう。あれまだ小学生やからな。うん、頑張ってくださいね。それで言うとね、多分世話って言ったら、うん、まあもちろん嫁さんが一番だけども、うん、子供たちの中で世話一番下の人たちはかんちゃんかも。ああ。はるちゃんも、うんうん。遊ぶのはせんちゃんで、世話するのは、ね。そうだね。うん、でその二つをいい感じしてるのが彼ですね。どうよ、自身の方は。どういうことやどういうことや。新しいなお前。自信はどうなのよ。うん、楽しみ。楽しみ、うん、あ、小島あの時ちっちゃかった。小島ちっちゃかったなお前。全員ちっちゃかった。全員ちっちゃかったな。本当に可愛かった。あ、自信あるのね。うん、まあ、今回あれだからね、個人戦ではなくて、せんちゃんの壁の時もそうでしたけど、みんなで考えて一つの答えを伝えるっていうことだよね、はい、うん、これどうなのよ。前回はね、はいはい、全問正解したらなんかあったけども、はいはいはい、今回は全問正解したらなんかあるんですか。違う、何問？全5問です。5問、はい、あるの？全問正解したら何か。あります。来た。え、何？楽しみだね。何って、トンボさん何って聞いて。トンボさん何？全問正解したらはるちゃんと
じゃあお前さ、それはいつでもできる。そう、ほんまおっしゃる通り。そう、せんちゃんが突っ込めるようになってるわ。いつでもできる。前回確かせんちゃんと旅行、温泉旅行とかやったよな、うん、今回ピクニックできる。特別な、うん、ピクニック特別な。いまだかつてあなたたちが体験したことのない極上ピクニックです。一、うん、個だけ聞いていいですか。その一つのね、しおりがあるとして、はい、極上を言ってるから何か特別なもの一個だけ教えてもらっていいですか。シャインマスカット5個イエーイ5個5粒。おいもうせんちゃんにありがとうって言えよ。せんちゃん本当ありがとう。いかにシャインマスカット食べ放題でよかったよ。ねえ、ここってお前。なんですけども、じゃあ早速行きますか。頑張ってくださいね、今回正直、はい、うん、難易度めちゃくちゃ難しいです。そうなの。そうですよ。でも俺らもやっぱりカンナも成長してるし、コジも成長してるし、はい、まあセンちゃんもいるし、そう、ね、もちろん僕嫁サックもいるから、うん、全問正解しようよね。うん、何してんの。ほんまお前あんま変わってねえな。3年半変わってねえな。お前顔ぐらいじゃが変わったほんまに。最近じゃ夫もなってきてな。あれ変わってきてな。行こうかじゃあ、うん、はい、というわけでいきましょう。せーの、お願いします。久しぶり。何がさあ皆さん、はい、はるちゃんの壁早速やっていきたいと思いますが、やりたい、心の準備はよろしいでしょうか。 OK です。はい、それでは参りましょう。早速第1問はこちらです。はるちゃんはせんちゃんと幼稚園がおもちゃに好きって言ったから、歌えるから、一緒にもろって先生に並んで行きました。かわいい。さあお考えください。はるちゃんにどんな質問をしたでしょう。わかった。上手に喋ってるわ。ほんまにこれ結構わかったかも。おろ、ちょっと順番に聞いていこうか。う、ね、ちっちゃい子から。せんちゃんどうですか。あのね、はるちゃんが幼稚園好き。え、幼稚園好きですかって聞かれたってこと、うん、なるほど。先生も好きって言った。はるちゃんがね、言ってたね。こじ、うん、は最近幼稚園で楽しかったことは。ああ、なるほどね。椅子もらったとか言ってたじゃん。なるほどな。お前やっぱり成長してんな。3年半前な、まあ、パニックなってたもん。いや、らしいね。何それお前。待って、なんだっけ、あのオムライス兄さんのやつでしょ。あ、オムライス兄さんのやつ。 TikTok のでもちょっとだけ。どこで盛り上がってんの。かんちゃんどうですか。はい、2つあって、うん、今日何しましたかか、幼稚園で、幼稚園まで今日何しましたか、うん、で、でもなんか、なんとなく幼稚園で何しましたかな気がするの。なるほど。なんでって、その、もし今日何したのだったら、かんちゃんたちの話もしてるかなって思うから。はい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 。なんとなくだけど、なんか幼稚園で何しましたか的な質問だと思います。はい、なるほど。よみさく、私も2つあって、ほう、ちょっとかんちゃんと一緒で、うん、はるちゃんの今日の予定は。今日の予定、うん、あ、そうか、そっちもあるか。なんか前回のせんちゃんの壁の時のトンボさんの出題傾向から分析してる。見ると。なるほどね、うん、ちょっと大人にするみたいな質問をしてたから、はい、なるほど。今日の予定はか、明日の予定はみたいな。はい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 、どっちか、うん、もう一回見てみる。うん、なあ、もう一回見てみよう。もう一回見てみようか。わかりました、うん、ちょっとはるちゃん、はるちゃんは幼稚園かおもちゃに好きって言ったから、歌えるから、一緒にもろって先生に並んで、行きました。うわ、だからそうかそうか。なんかさ、最近楽しかったことは、なんか幼稚園の話してるけど、なんか、うん、幼稚園の、なんか、答えてあげたいんだよ。体育みたいなやつをやるから、うん、並んで行ったら。行ったらって言ってるよね。だから俺は、はい、かんちゃんと似てんねんけど、はい、
違うかな、俺は幼稚園生活どうですかって聞いてんのかなと思ったの。なるほど。ちょっとでも意味合いちゃうもんね。コジとカンちゃんと嫁サックがちょっと近かったよね、うん、幼稚園で今日何しましたか。今日の話どっちで行く。今日何しましたか。幼稚園で何しましたかだったっけ。あれ幼稚園で最近楽しかったことは何ですか。うん、そこまで、まあ、なかなかな。どうする。なんか楽しかったことは何ですかって言われたらなんかあんなに流れで言わないかな。まあ、確かにね。うんうんうん、ってことは幼稚園でなんだっけ、何しましたか。何しましたか。これでもあれやんな、トンボ、はい、一言一句正解してなくてもニュアンスだったもんね。もちろんですよ。そうやんな、はい、だから俺も同じようなことやね、多分、うん、幼稚園生活どうですかと、多分これはどっちでも正解すんちゃうかな、うん、それでいくじゃん、うん、幼稚園で何しましたか、うん、今日、うん、今日幼稚園で何しましたか、うん、それでいくよ。決まりましたね。はい、じゃあ答えていいですか。はい、今日幼稚園で何しましたか。それでいいですね。はい、はい、それでは正解の方を発表したいと思います。正解は、はるちゃんの一番好きなものは、残念。これはむずい。これはむずいぞ。残念。はるちゃんは、幼稚園か、おもちゃに好きって言ったから、歌えるから、一緒にもらって先生に並んで行きました。一番好きなもの、はるちゃんの一番好きなものはという質問を僕は。はるちゃんが決めたの。ん、何が、あの一番好きなもの。そうだ、聞いて答えたの、はるちゃんが。そう、トンボさんがはるちゃん一番好きなものはって聞いたら、はるちゃんはこう答えました。だからその時にはるちゃんは多分幼稚園でもらったお菓子とかがすごく美味しかったのかな。そうですよ。幼稚園がな、幼稚園の言葉がなかったらこじ当てたと思う。当てた。あー、なるほど、ね、あれだってさ、た楽しかったが入ってた。うん、確かに近かったかもね。その辺も汲み取ってもらわないと、あなたたちせんちゃんの壁のこと忘れてます。でも汲み取ってもらわないと。うわー、極上ピクニックなくなってもらった。シャインマスカット5号兄弟で分けたり1人。じゃあ、あのさ、一回負けたから、うん、あと、プラス、マスカットが4個になった。いいよ。一個ずつ減っていくってことですか、うん、いいですよ。あ、いいのね。いいですよ、もちろん。ちょっとこれは、久しぶりやったから我々も、うん、もうちょっと奥行かなあかんかもね。そうだね。2問目いきましょう。今のを踏まえて、はい、第2問は、こちらです。エビフライと、え、エビフライと、はるちゃんは、アイスと、あ、分かったかも、分かった、フロックと、なんだっけ、はるちゃんは幼稚園でおもちゃやってまた出てきた。幼稚園はもういい、分かんない。流して、はるちゃん一緒に登って、はるちゃんはお勝負して着替えて、はるちゃんはトンボさんに会いたくて、え、役者も会いたくてって言いました。さあ、お考えください。ねえ、パパ考えていい？いいよ。あ、分かった。先じゃあ、せんじゃ聞こうか、うん。好きな食べ物とか、最初出たじゃん。うん、出たね。で、好きな遊びとか、うん。一番好きな食べ物か、一番好きな遊びだと、二つ答え言っちゃってるから、うん、どっちかだと思うんだよね。うん、もしそうだったとしたら、それ考えといて。俺は、うん、予想じゃなくてっての答えのね、はい、後半の寝てこい。後半のトンボちゃんとかあったやん、ヤスケさんとか、うん、あと、幼稚園のくだりあったでしょ。俺関係ないと思うんだよね、うんうん、思わない、うん、な、うん、あ、急に来たと思う。
いや、あっこは多分こ質問に答えてて、トンボさんと安武さんの顔が見えたから喋り出したんじゃねえかな。な、そやな。ああ、なるほど。それを、やんな、うん、幼稚園は関係ないと思う。じゃあ、こっちちなみに何やと思うの。好きなことは何ですか。好きなことは何ですか。好きな人とか。うん、ことでいい。いや、好きな食べ物。好きな食べ物、まあ普通に考えたらそうなんだよね、うん、最初に好きな食べ物だった。なんだっけ言ってるか。エビフライ言ってたよ。あ、そう、そうそうそう、エビフライで急になんかブロックの話、うん、そうそうそう、なってたんだよね。あ、ブロッコリーって言いたかったんじゃないかなって。ああ。好きな食べ物。あ、わかった。待って。どうしたの？めっちゃ。お弁当にあのブロッコリー入れてるんじゃないって思う。だから、うん、パパもちょっと思ってんだよね。ちょっとカンちゃんも聞こうか。うんうん、カンちゃんもなんか今日のお弁当は何でしたかみたいな。うんうん。今日は何ですかか。パパはママの好きなお弁当はな、ママの作る好きなお弁当で何が好きとか。あ、はい。はい。うん。はるちゃんまだ年少さんで、うん、あの全部を食べきるのが目標なので、はい、本当にあの食べれる好きなものしか今入れてなくて、うん、おにぎりと卵焼きとウインナーとか、うん、おにぎりときゅうりハムと卵焼きみたいなのしか入れてない、うん、まだ、うん、だから、うん、あのエビフライとかはまだ入れてない。なるほど、なるほどね。夜ご飯ね、うんうん、生の作るご飯で好きなのは何。エビフライあんま見たことない。バーバ。え？バーバ。いや、バーバもエビフライは作ってないもん。昨日のご飯何ですかとか。昨日の晩ご飯は何でしたか。バーバいたじゃん、その時。確かに。なるほど。エビのバーバいなかったよ。いや、じゃあ本当の昨日じゃないんだ。せんちゃん。この時にね。そうか。あ、それちゃう、ね、昨日の晩ご飯は何ですか、うん、な、うん、それでいく。もう後半の幼稚園のトンボちゃん、ヤスケちゃんはもう関係ないもんな。見ただけだから。昨日は何しましたかとか違うかな。あ、もう晩ご飯とかじゃなくて、もうなんかエビフライとブロッコリーと幼稚園行って、なんたらかんたらでヤスケさんに会いたくて、トンボさんにも会いたくてみたいな話してたから、昨日何しましたかみたいな。そこまで読む。ああ、なるほど。館長は関係あると、後半も、うん、関係あると。でさ、もし後半が関係あるんだったら、うん、ありえるよね。うん、先生どうした。あの、これでまた勝ったらサイマックスカットを5個増やしてもらう。もし正解したら、それトンボさんにお願いしてごらん。お願いします。いいよ。正解したらマスカット5個になるって。もちろんです。どうするじゃん、それでいく。うん、どっちにする。カンナの言う、昨日何しましたか、もしくは、昨日の晩ご飯は何でしたか、どっち。え、来たで。夢、前も夢の話してたじゃん。あー、でも同じ問題はダサいのじゃん。そうか、夢でエビフライとかは言いそうだなって思ったけど。え、全然なかった、センちゃんの壁で。あった。同じ問題は出せんのじゃ。いや、出すかもよ。マジ？トンボさんだったら出すかも。あ、今日さ、トンボさんだったら出さなそうだね。トンボさん出さなさそうやで。そう、多分パパの言う通りに、あの安武さんとトンボさんを見たから、安武さんとトンボさんって言っちゃった。そうだよね。文字は何の夢を見ましたかだと思ってきた。うん。え、みっこ、ママも嫁さっくんもどれやねん。呼び方どれやねん。嫁さっくんも同じ。いや、でも、まあ、ストレートに行く、うん、もう一回ストレート行ってみる、うん、じゃあ昨日の晩ご飯で行こうか。うん、オーケー、行きます。はい、昨日の晩ご飯は何でしたか。それでいいですね。はい、お願い。それでは正解を発表したいと思います。正解は、はるちゃんが今やってみたいことは。そんなことないじゃん。エビフライと
はるちゃんは幼稚園でおもちゃやってはるちゃん歌流してはるちゃん一緒に登ってはるちゃんはお勝負して着替えてはるちゃんはトンボさんに会いたくて役者も会いたくてって言いました。いや分からへんってこれは悔しがらんでええと思う。なるほどってなった？な多分今やってみたいことはが、うん、じゃあ食べたいものはに聞こえたのかなと思って。そう、これもそうじゃないかなと思うんですよ。なるほど、今食べたいのはエビフライとブロッコリーだったんだよ。あ、そう聞き間違いしてたってこと？うん、聞き間違い、こう広く捉えるとね、やってみたいことになるかもしれない。うん、質問をもう一回言い直せや。これは難しいな、マスカットだこういうことですから、広く捉えたりとかその言葉言葉要所要所を汲み取って考えてください。そういうことや、当ててほしいんだあなたたちに。これでもほんまに勉強になった。いや、それはそっちのセルフそれで合ってんだよな、そっちのセルフ本来相場ではそれはこっちのセリフって言うんだけども、センちゃん的にそれはそっちのセリフ、合ってんだよ、新しいよし、わかった。じゃあ、はい、ちょっと勉強になった、また、うん、はい行こう。はい、はい、面白くなってまいりました。第3問目はこちらです。さあ、行こう。はるちゃんはゆるかと握手して、うん、ご飯をやご飯をあげていました。え、わかった。これはさあ、お考えください。はるちゃんにどんな質問をしたでしょう。いつも早いな。早い言ってごらん。あの、はるちゃんはイルカと握手したじゃん、うん、あの、イルパパと、うん、あの、二人食べた。そうだね、水族館に行ったやつね。その時の、あの、おてつ、イルカとおてつつないでご飯食べたり、ボボと、うん、で、それだと思う。ってことは質問は何？質問は、一緒にパパとイルカを、あ、なんだっけこれ3年半前のコジもこんなんやったな、うん、あの、あれ、水族館に行った。パパと水族館に行ったのはどうでしたかってことかな、うん、なるほど、うん、なるほど。ストレートに言ったらな、コジも分かった、うん、お、来た、頼むで兄ちゃん。水族館の時で、うん、一番楽しかったのは何ですか？あー、なるほど。手つないだやつを楽しかったことは何ですか？なるほど、カンちゃん。1問目、2問目がさ、うん、予想外すぎてさ、そうね、なんか分かんなくなってきた、うん、でもあまりにもストレートだったよね、うん、話が今まで一番まとまってた。まとまってたよね、うん、ちょっと考える、うん、ママは嫁さっこ、みこはどれだよどれだよはい、やっぱりその広く考えてっていうことをちょっと考えてみると、うん、はいはい、カジサックチャンネルで一番好きな動画は何？おー、握手した。俺もそう思ってた、うん、俺もそうやと思うね。だからストレートじゃないと思うね、うん、パパとの水族館どうだったではないと思うねな、うん、それか、うん、パパとの遊びで一番好きなのは何？なるほどね。どっちかな。はいはいはい、はい、うん、あれ、せんちゃんの壁の時もなかった？何が？好きな動画は何ってなかったっけ？あったっけ？あ、あった。うわ、同じか。せんちゃん見た。そうだよね、見た見たそうですね。あとなんか、お出かけしましたか、うん、みたいな。あったよね、うん、同じ問題は出せんと思うねんけど、俺そうやと思ったな、俺も、うん、かんちゃんどう？だからさっき言ったみたいに、うん、そのだからお出かけ最近、うん、どこ行きましたかとか、うん、ああ最近どこ行きましたか、ああいいかも、うん、来たよ、うん、それだよ、うん、なあ、お前聞いてなかった聞いてたから、あれ考えてた、考えてた、考えてたんだ、うん、なあ、せんちゃん、うん、でも、コジくんが言ったやつかもしれない。コジくん、なんて言ったっけ？水族館で
一番楽しかったことは何？いやいや、もう絶対ストレートすぎるってストレートすぎるって、せんちゃん、ごめん、信じて、これは信じて。あ、じゃあもしも それが答えだったらマスカット8個だけど、もしそうやったらな。トンボさんよろしく。俺かい。トンボさんからもらえて、それでいこう。 OK、 じゃあ、うん、かんちゃんいいな。うん、何だっけ、最近どこに行きましたか。これ来たんじゃん。最近どこに行きましたか。はい、うん、はい、それでいいです、ね、それでいいです、はい、それでは正解を発表します。正解は、はるちゃんの将来の夢は、じゃねなるほど、イルカトレーナーになりたいと思ったんだ。そうだ、そうですよ、うん、やば、おもろ、いい。はるちゃんはイルカと握手してご飯をや、ご飯をあげていました。これはすごい可愛い。可愛いでしょ。あの撮影が夢になったんだ、うん、あの撮影ではるちゃんは将来ああいう仕事がしたいと思ったんです。素敵、かわいい。もう一個置くやつだ。そうです、うん、もう一回聞きたい。あ、そうですか、うん、はい、これは素敵でしょ。ちょっと大人やな、うん、なんか答えが。そうかもしれないですね、うん、ちょっともうええ加減、あともう2問やろ。あと残り2問だ、1問は正解してあげようなあ、うん、あとマスコットもマスカットも2つになっちゃってるから、うん、そうですよなあ、頑張ってくださいよ。8個にして、8個にしてやりな、うん、ちょっと頑張ろう。そう、うん、頑張ってください。次行こう。はい、それでは4問目はこちらです。はるちゃんは、はるちゃんはお風呂裸くなって、はるちゃんは、はるちゃんは、ヒカキン大好きです。さあ、お考え、さあ、お考え、なんで、はい、なんでこれは絶対わからんな。整理するよ、うん、はるちゃんはお風呂に入って裸になって、はるちゃんはヒカキン大好きって言ったこうだったよね。ズボン履いて、ズボン履いてヒカキン大好き。あ、わかった。なんでわかるの。なんかズボン履いてあのヒカキンの動画を見たの。あ、え、来た。そういうことか。え、どういうこと。はるちゃんって幼稚園から帰ってきたら絶対お風呂場でパジャマに着替えてくるんですよ、ね、そう、着替えるのよ、まずね、まず部屋着に着替えて、うん、はいはいはい、で、ここに あるヨギ棒にこうやって座って動画を見るんですよ。おお、テレビでね、ビで YouTube を。で、だからうん、YouTube を見るはるちゃんの幼稚園から帰ってきた後のルーティーンはみたいな。そんなむずい質問するなあ、怒るわ俺トンボに。ルーティーンは3歳の子にする。もう一回見てみます。一回ちょっと、うん、もう一回見てみようか。もう一回お願いします。もう座るのが可愛すぎてそうだな。これしてる。はるちゃんは、はるちゃんはお風呂はがきなって、はるちゃんは夜に、はるちゃんは、はるちゃんはヒカキン大好きです。かわいいな。だから、いい？いいよ。ママが言ってたさ、うん、ルーティーンっていう質問しないでしょ、うん、はるちゃんは幼稚園から帰ってきたらまず何をしますかとか。あ、せんちゃんは、うん、もう一個思うのは、うん、あの好きな YouTube は、あー、好きな YouTube は何ね。コジどう？なんや、森進一やってるもしかして。待って、好きな YouTube なんか、わかんないの。難しいな。かんちゃんどう？へ
はるちゃんはいつもお風呂に入った時何しますかとか。お風呂に入ったら何しますか。それはトンボさんが質問しなさそう。しなさそうやな。なんだろうね。あ、ただの変態親父じゃん。その質問して。はるちゃんお風呂入って何すんのまず。変態親父になるのは心外ですか。心外やな。だからそれはないんじゃない。え、でも好きなさ、YouTube がいい。好きな YouTube は何ですか、うん、今日は家帰って何しましたかとか。ちょっとごめんな。あ、ちょっとごめんな、うん、傾向的にさ、うん、今まではるちゃんのって毎回ない質問、うんうん、それ入ってくんじゃん、うん、はるちゃんのほにゃららじゃないの。はるちゃんの、はるちゃんがとかのとか、うん、はるちゃんのモーニングルーティーンは何ですか。だから聞かへんやん。モーニングルーティーン何って3歳の子に聞かへんやん、うんうんうん、いや分からんけどね、こっからひょっとしてはるちゃんのとかじゃないかもしれないけど、うん、でもなんかなんとなく、うん、はるちゃんの目線的に、うん、最後のヒカキン大主義は関係ないかもしれない、うん、関係ないか。あ、分かったかも。味噌菌をいただいた時の箱があそこにある。あ、そうだ、あるもんね、うん、で、目線がこう、こうやって見てはるちゃんヒカキン大好きって言ってるから。なるほど。そこはちょっと問題に関係ないのかもしれないと思って。そしたら頭だってお風呂入って裸になってズボン履いてだけってこと。だから今日の予定はとか。はぁ、あ、なるほど。昨日帰ってきて何しましたか。昨日帰ってきて何しましたか。どうする。当ててほしいよ。当ててほしい。なんで。お家の中で好きな場所は。ヒントちょうだい。ヒントね、本当に出してあげた。お家ですることは。はるちゃんがお家ですることは、うん、多分ね、もうちょっと分かりやすい質問だと思うんだよね、うん、だから今ママが言ったのは結構あるかもね、うん、はるちゃんの好きな場所はどこですかとか。うん、どうかな。それでいく？よし、行っとく？行っとこうか。はるちゃんが家の中で一番好きな場所は、うん、どう？うん、それで行こう。はい、はるちゃんが家の中で一番好きな場所はどこですか。はるちゃんが家の中で一番好きな場所はどこですか。これ言ったんじゃん。それでいいですね。はい、それでは正解を発表します。正解は、はるちゃんが、ほら、最近一番頑張ったことは何ですか。なんで、なんでない。はるちゃんは、はるちゃんはお風呂はがけなって、はるちゃんは料理、はるちゃんは、はるちゃんはヒカキン大好きです。なるほど。あ、でもこれなるほどやわな。そういうことか。そういうことだ。うん、だからお家に帰ってきて幼稚園のお着替えを頑張ってるっていうのを言いたかったの、うん、そうだ。もうそうだし、うん、俺はあのお風呂に入りなさいって。でも子供ちっちゃい時ってなかなか入らへんかったりするやん、うん、でも言うこと聞くことを頑張ってるっていう意味もあんのかな、うん、そうかもしれない。ヒカキン何。合ってるんだ。こうやって見て、味噌菌が目に入ってヒカキン大主義になったんだよ。そうか。 あそこにいつもあるから、ね、そう、あそこにある。目に入ったからけ、それともヒカキンさんの動画を頑張って見てるっていうのない。それともヒカキンさんの動画をずっと見てるからか。そうか、だから勉強したってことかもしれないね。不敬。不敬でしょ。でもさ、ここは、はるちゃんのさ、この言葉からさ、この質問を導き出せないことはないよね。確かに言われてみるとっていうところあるよな。飽きた。考えてたんか。ちょっと待って、これラスト？ラスト。ねえ、もうマスカットなくなる。そうだよね。ラスト当たったら、じゃあマスカットプレゼントしましょう。シャインマスカット？シャインマスカット。一房くれる？一房あげますよ。やった。じゃあ何十個もあるぜ。頑張ろうね。よし、じゃあラスト行こう。絶対当ててほしい。うん。最終問題はこちらです。ちょっとマジです。正解したい。はるちゃんは、部屋に、パパの、
パパが出勤幼稚園でパパお迎え来て、パパが車行ってって言ったから、忙しいって言ったから言いました。さあお考えください。分かった。すごいぞ。すごい。なんか自信めっちゃありそう。ありそう。めっちゃ自信ある。まずせんちゃん聞こうか。うん。あのさ、前はるちゃんが幼稚園行くとき、ママが多分忙しいから、だからパパに送ってもらったの。うん。車でいいでしょって言って、で、はるが嫌だ嫌だって言ったから、うん、でも車で行って、で、あっちに。ってことは質問は何ですか？わかんない。お前天才じゃねえか。素晴らしい。天才じゃねえか。面白い。どうできた？コジどうよ。わかんない。わかんない。難しいよな。かんちゃんは？めっちゃむずい。むずいな。全然わかんない。ってなると嫁サックがもう自信があるということで。何？はるちゃんからカジサックにお願いをするなら何？はあ、パパにお願いするのは何？うん、なんで？迎えに来てほしいことを言いたかったんじゃないかなと思って。だけど忙しいって言ってるんだって言いたかったんじゃないかな。なるほどね。基本的に俺行ってないから。うん。もう嫁さんが毎回行ってて、うん、ほんまに1回ぐらい。うん。おお、なるほど。嫁さんがちょっと用事あってどうしても外せない。はい。でそこで俺がお迎えに1回だけ行ってんねん。はい。そう。どうやろう、それでいい？どうわかんな。なんか今やりたいこととか、うん、なんか何願いお願いしたいこと、なんか願いみたいな、あ、お願いしたいことはちょっと俺分かったか。あら、お、ひらめきましたか。はるちゃんが、はるちゃんのか、え、分かんないけど、パパの好きなところは、好きな車とか、うん、好きな車じゃなくて、パパの好きなところはどこですかって聞かれてんじゃん、ほら。なるほど。嫁さんも何やったっけ、さっき言った、あの、パパにお願いをするとしたら何？こっちちゃう？あー、パパの好きなところはどこですか？それがいい。ね、するぽいよな。ぽい。どう？コジどうだ？そうだと思う。そうだと思う。お前絶対飽きてるやろ。飽きてない？本当？迷宮にしてるんだよね。トモ先生さ、さっきトモさんの顔で分かった。何？パパが言った通り、好きな、パパの好きなところ。パパの好きなところ？ところって言った時で、顔がなんか怪しかったから。トモさんの顔を分析したのね。顔に出てた。どうでしょう、そんなことトモさんするかな。それだと思う。もうパパの好きなところはどこですかね。いいよな、いい、うん、OK、 うん、行くわ。もう決まりでいいですか。最終問題ですよ。はい、いいです。パパの好きなところはどこですか。それでいいですね。頼む。さあ、それでは正解を発表したいと思います。正解はパパの好きなところを教えてください。ほら、言ったー、いいね、やったぞ。すごい、素晴らしい。はい、はるちゃんは、はるちゃんのは部屋にパパが出勤幼稚園でパパお迎え来て、パパが車行ってって言ったから、忙しいって言ったから言いました。パパの家すごい、めっちゃ嬉しい、めちゃくちゃすごい。自分のこと、今日めっちゃしゃべるやん。当てたかったんだ、やったぜ、せんちゃん。よくたどり着いた。やっぱり1,2,3,4 があったから、だからここに結びついたよね。素晴らしい。よかったね。よかった。ってことは、はい、マスカット、はい、シャインマスカット一房差し上げます。
もうね、彼のスイッチがわからん。あーやったぜ。いやでもお見事でした。よかったよかった。でもとにかく、はい、春ちゃんが可愛かったね。本当に。なんかさ、最初さ、始まる時にさ、こうやってやってた。うん、可愛いよね。まあ、とにかくね、はい、一問正解してよかったな。うん、あと、ほんと、もう一問しか正解できなくて、ほんとごめんって感じ。あ、逆にな。はるちゃんごめんな、ほんまにな。ごめんね。当時からも一言。ごめんね。ごめんね。でも楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はるちゃんが来てくれました。はるちゃん会いたかった。ちなみにさっきまで昼寝してて、ね、今寝起きなんだけども、うん、はるちゃんですわ。はるちゃんです。ちょっと俺思ってんけど、はいはい、はるちゃん3歳ちょいでしょ、うん、はい、で、せんちゃんの壁と同じぐらいの年だったんですか、はいはい、あれそろそろん、みんな結構未だにコメント欄来るんだけど、はいはい、せんちゃん、はるちゃんで初めてのお使いありかもな。あーな、うん、絶対いいじゃん。はるちゃん、お中かい、お金ね、おくちゃい、おくちゃい、お金買いたい。お金でお使い買いたい言うてんの。はるさ、お金はどうすんのじゃ。お金は渡すせんちゃんに、うん、せんちゃんだ。そうだよ、だから前回はね、こじサックとこじせん、せんこじで行ったんだよ、うん、そうか、今度はせんちゃんがお姉さんとして、あん時のこじと同じ、うん、同じぐらいやから。うわー、ちょっとやる、マジで。せんちゃんお使いしたい、うん、したい、うん、でうん、やっけ、これ髪これしてる。せんちゃんね、ちゅねちゃん、つねさんが今日髪の色変えてね、気になっちゃったんだね。髪毛、切ったの。あ、そうそう、横から顔だけ出してくれるかな。つねさん、最近髪の毛切りました。はるちゃん、今度せんちゃんとお使いする、やりたい、やりたい。よし、また買ってくるものを買ってくるの。またじゃあパパとママで考えてお使いしてほしいものを言うから、うん、今度やってきてよ。じゃあ紙に書いてよ。そうだね、うん、というわけで、うわ、センハルの初めてのお使い決定しました、はい、いやー素晴らしい、楽しみ。またいつか動画公開したいと思います。はる、いはい、ちゃん、とにかく今回お疲れ様。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。